はい、どうもアニマルパテモトでございます。というわけでこちら30センチ水槽2つにグッピーめっちゃでっかくなった、まあ、4匹飼って1匹オスすぐ死んじゃったんですけども、まあ、そっから増えた10匹たちです。もういよいよちょっとここでは狭い、ということで今回はこの方々お引越しそして増殖を存分にしていただこうかなということで新たな入れ物、はい、育つ場所を作りたいと思います。アニマル工作です。というわけでコメリでホームセンターで発泡スチロールをね買ってきました。はい、これどれぐらいなんかな、内容量からすると30とか40ぐらい入るのかな。あとこれ100均で買ってきたグリーンマット、はい、人工芝生ですね。そしてホームセンターで買ってきた大磯砂、はい、これで今回やりたいと思います。まあ以前赤ひれのビオトープを、はい、未だ今までやってるんですけどベランダに置いてますけども、それと一緒で人工なんです、人工芝、人工芝じゃないわ、偽物のねプラスチック の芝生を引いてそこんところをね逃げれるように稚魚がね産み落とされた稚魚が隙間に入って逃げれるようにしようかなと思ってます。で今回は底面フィルター、はい、ロザイと大磯砂を入れ、はい、底面フィルターでやってみようかなと思っています。はい、こうやって人工の芝、人工芝というのか分かりませんけどこのマットを、はい、敷いて、でこれね結構目が荒いんでね、多分稚魚はね産み落とされたらこの隙間に挟まるかさらに下に落ちて、食べられることはないんじゃないかなと思います。そして発泡スチロールの蓋を切ってまいりました。はい、底面フィルターの入り口に、入り口はねホースの入り口のところを穴開けて手前のところ大きく穴を開けてきました。はい、そしてアクリル板で蓋を作ったという感じでございますね。本当ねアクリサンデの接着ですごくいい、そして設置場所は120センチ水槽の下に、はい、置きました。このように芝生浮きますんで四隅をちょっと石で重しをしてから、はい、水を入れていきます。はい、まあ、これは軽き抜きした普通のお水です。飼育水ではないです。はい、まあこれぐらいの量入りましたね。で、この辺からあれですね、飼育水ですね。量的にいくとこれ満タンにしたんですけども、30センチの水槽2つ分ぐらい、まあだからもともとお魚が入ってた水槽の水、2つとも入れてちょうどぐらいでしたね。結構入りました。はい、この感じで満タンにします。はい、もうすでにグッピー入ってますね。はい、グッピーね。これでおそらく全部、はい、グッピーごと全部入れたと思います。はい、こんな感じで並々でございます。まあ蓋するんで、こぼれることはもうないかなと思うんですけどね。まあ並々釣ったところで、数センチは空いてますからね、上ね。そして穴を開けた発泡スチロールを上にかぶせて、はい。これでね、とりあえず保温性は抜群だと思いますよ。まあね、夏場で冬場はほんとヒーター代バカなんないと思うんでね。はい、エアポンプをつけてスイッチオンと、これで底面フィルターは動きます。どうなんでしょう、底面フィルター大磯砂で。まあだけど昔やってたけどそんなになんかダメって感じもなかったんですけどね、生態がそんなに弱るっていうこともなかったんで、はい。そしてまあ一応投げ込み式フィルターを、スポンジフィルターのね投げ込み式フィルターをまあ改造したりですね、はい、これもぶっこんどこかなと一応ね、まあ、気休め程度ですけどね、これぐらいだとね。まあ、これも入れて、まあ、この中の、ろ過はこれでやっていこうかなと思います。
まあ言っても週に1回ぐらいは水替えすると思うんでね、1回、まあ、2回ないし2回、はい、はすると思うんで、まあそこまでグッピーね、弱っちい魚じゃないんで、まあ逆に、まあ、増えていく一方なんじゃないかなと。そしてライト、これ45センチ水槽用から60センチまでいけるやつだったかな、いやもしくは30から45やったかね。これでぴったりでした、はい、これでライトをつけて完成です。というわけで完成したギュッピー増殖計画、はい、用の水槽でございます。水槽というか発泡シロでございます、まあ、このようになってます。結構隙間あるでしょ。だからグッピー、あの稚魚で産んだところでそこは泳げないんですけど、その時に食べられちゃう、食べられたりするんで、まあこの隙間に落ちちゃえば、まあ食べられることは防ぐかな、大丈夫かなと思います。まあ水もきれい、はい、緑もきれい、魚も元気。こいつだけ、こいつ多分もともと最初にいたやつですね、そこのオスね。もうね、ほんと大きくなった。メスばっか、多分ほとんど。オスはほとんどいないですね。メスの方が多く生まれるんかな、元から。はい。まあ、というわけで、こんな感じで、グッピー増えるかな。増えたら、古代魚の、はい。というわけで、完成いたしました。増殖してくれることを願います。そしてですね、白石ひとみさん。はい、こんな感じです。ただいま水温は30度前後に保っております。で、赤虫がいいぞということで、赤虫、はい、皆様から本当いろいろとね、多くのアドバイスいただきありがとうございました。あの赤虫入れました。塩水浴は引き続きしております。はい、そしてですね、エビ入れといて食べるかなと。もうだけど赤虫食わないんですよ。もうこうやって、もう速攻こうやってね、他のこの真っ白系になって、最後真っ黒系になってね、もうダメなの。もう結局これも吸い出して捨てないといけなくなるんですけど、赤虫食べない。こんなにガリガリになってんのに食べない。これちょっと斜めになってばかりして、お腹ぺったんこですよ。エビが食ってます。はい、いやー、飯食ってくれなきゃね。ちょっと泳いだりとかこうやってしてるんですけど、全然飯を食ってくれない。エビでも食ってくれりゃいいし、赤虫食ってくれりゃいいし、でも食わないです。あとまあちょっと隠れ家になるように松も入れました。まあ、流木とか石ちょっと入れようかなと思ったんですけども、まあちょっと水草ぐらいから様子見ていこうかなと。まあだけど塩水浴してるから水草どうなんかなともちょっと思うんですけどね。まああの今日の状態はこんな感じでございます。まあもうお腹ぺったんこ、もう食べないと死ぬぞと、衰弱しちゃうぞっていう感じですね。どうなることか分かりませんが、このまま様子をまだ見ていきたいと思います。というわけでアニマルパってことでございました。アニモー。